起床1時間ようやく目覚めてきました。というわけでどうもカズチャンネルのカズでございます。今撮影時間、朝の5時15分でございます。今日もねよく寝た。やっぱ朝はねもう誰にもコンタクトをね取ってこないからさ、楽、仕事しててね誰にも邪魔されない。まあ、誰も邪魔しようとして邪魔してるんじゃないんだけどね。というわけで今月もですね、買ってよかったもの行ってみようと思います。いや今月はね本当は欲しいもんあったよね。 RTX の3090とか全然無理でした。福井県で入手無理でした。プレステ5ね現在全敗です。もうやだよ、もうやだよ、手に入んない多分ね。そういうの俺は手に入らない側の人間なんだよね。またコツとかあったらぜひまた教えてください。まあ、ほんで9月ですね、まあ、私の誕生日月ということもあって、まあ、多分それ関係なくいろいろ購入してまいりました。というわけで早速いくとっていうか まず後ろちょっとあれ今日も頑張ってます。えい、控えめに言って 3D プリンター最高。またいろんなものを作ってて、これ、最近のはおっとっとと、GoPro マウントのほら GoPro のあるでしょに、マンフロットのやつが付けれるやつ、これのプリントしてます。意外と丈夫でさ、これ充填率中身がねスカスカじゃなくて詰まってんだよ。 100% でやったんだけどちょっとね重さを感じるから今充填率 50% で今プリントし直してるとこでございます。まあ、というわけで買ってよかったまず第5位はですね、てれーん、はい、こちらになります。こちら DJI から発売された OM4 でございます。いや本来であればねもっと上の方にランクインさせてよかったんですけども、圧倒的に外撮り用なんですよこれ。圧倒的外撮り用、圧倒的旅動画用。だからなかなか使う機会がないんだよね。いやこのコンパクト性能よ。まずこれ何なのかというとスマホ用のジンバル。ほんでもうまず言っとくと価格が魅力的で1万円台ですよ。ジンバルって結構高いイメージあると思うんだけど、これが1万円台でしかもね軽くてマグネット式なんですよねこれ。ほんでこのマグネットのやつをまあスマホなどに取り付けて、でこれがまた強力なんよね。電源を入れるとウィーンよと、はい、こんな感じで、縦撮りもできるし、横撮りもできるとこんな仕様になっております。あ、レンズの位置間違えてるか。うん、レンズの位置間違えちゃってる。こうだこうだ。いやこれすごいでしょ。ほんでまあ最近ではですね、まあ、スマホ自体の手ブレ補正かなり優秀なので昔よりかはねこのジンバルの必要性がかなり下がったんだけど、やっぱこれを使ったねアングル、低いアングルでの撮影をしたり、ほんでこれ自体にねとても素晴らしいタイムラプス機能が備わっていて、左から右へ、右から左へみたいな、または右下から上行ってほんでまあ下がってくるみたいな、そんな撮影もできてしまうんです。だから旅動画撮るっていう方はねこれ1個持っとくとすげえいいんじゃねえのかなと個人的には思います。さあじゃんじゃんいきますよ。そして第4位はですね、じゃじゃん、こちらロゴスのグリルでございます。このグリルめちゃめちゃちっちゃいよこれ。すげえちっちゃいだから大人数ではできない。ただ今うちの家庭だと、大人2人ほんで子供2人ぐらいなんだけどさ、そんぐらいだったらねこれでこと足りるというか、洗いやすさ、やっぱバーベキューってさ最後すごいしんどいじゃないですか片付けが。でもこれちっちゃいから片付けがすごく楽で、いつも実はこれ食洗機で、洗っております。これちょっと組み立ててみるとね めちゃめちゃいいよ本当に。まずこちら開きますよ。こちら開きました。で中に板があるので、それもそのまんまねセットしていただいて、専用の網を置くだけ。もう立ったこれだけよ。立ったこれだけ。まあデメリットとしてはね、網がね、ちょっと専用の網なんですよね。だからこれがね、壊れた時、オプションパーツで販売されてるかわかんないけど、そういったものを購入するしかない。そこはね、ちょっと、デメリットの部分じゃないのかなと思います。まあでも結構丈夫だから、もともとが。しばらくはね、使えると思うけどね。もうこれね、4回ぐらい稼働してるんだけど、全然大丈夫です。まあ今、時期も時期だしね、バーベキューライフがすごいはかどっております。本当に最近週2ペースでやっております。そして次第3位はですね、ジニー、ロボロック S6 MAX。 実はこちらね仕事でさせていただいて、これ1台もらえたんですよ今回。だからじゃあいや買ってねえだろ。5分から10分ほどかかります。今ちょっとアップデート中。うん、だからお前買ってねえよってねなるかもしれませんけど、はい、てんてんてんと、はい。いやこれよくてさ、
あの自宅でもあのこれの前のやつ使ってたんだけどさ、いいよこれ。というわけで買い増しさせていただきましたロボロックさん。ただですね、あの最近あのルンバね、あのルンバの方もアプリがね優秀になってさ、あの机とかそこら辺認識するようになったんですよ。ほんでまあそれでね確かにね便利にはなったんだけども、やっぱりこのあのセンサーね、センサーは全然違うよ。レーザー使ってるからマッピング機能が優秀すぎて、あのそこら辺の精度で言うとこっちの方がねやっぱり、まあでもあのだいぶルンバも良くなったけどね。ほんで今回のまあこちらの掃除機のポイントとしては、ある程度の価格帯ね、7万とか8万とかね、ある程度の価格帯であの水拭き、まあ普通のロボット掃除機機能、ほんで何よりねセンサーのエグさそこら辺だと思います。ほんで今現在、私のところのもう昨日もかけまくっててさ、昨日なんかねちょっと一つの部屋を重点的に3往復させてやりました。これ水拭き使ってさ3往復、まあちょっとね実を言うとアプリがねややダセー、うん、ほらなんかダセーでしょ。ここの管理画面ダセー。もう一個行くとね家のマップが広がったりと、ここら辺の画面はいいんだけど、一つ前の画面がダセーっていう欠点があるんだけども、これマジおすすめです。まあただ他にもねあの 2,3 万円台のほんと安いやつとかもあるから、もうただなんとなく掃除機かけてほしいっていうんであれば、まあそっちの方がいいかもしれないんだけど、やっぱねその機能性使っていくといろんな欲が出てくるもので、機能性求めてまあなんだろう全体的なあの総合力っていう点ではこれが一番じゃないのかなと個人的には思っております。まあただブランド力で言うと圧倒的にルンバだとは思うけどね。ルンバがねこれと同じようなあのセンサーねを使い始めたら、まあもちろん価格帯は高いけどルンバもかなり優秀になるんじゃないのかなと思ってます。では次第2位いきます。第2位はじゃん、はい、こちら GoPro 9でございます。まあ、こちらに関してもあのお外出る機会がね今極端に減ってるから、まあ、あの活躍の場が少なくなってるんですけども、やっぱりねこの自撮り対応よね、そこです。自撮り対応になるだけでさ、もう最近ソニーさんもあのアルファの7シリーズとかさ、もうずっと自撮り対応とかしてなかったけどさ、自撮り対応になった途端かなり多くの YouTuber が食いついてくるっていうね、あのそういった現象、この GoPro 9もねまさにそれがなってくるんじゃないのかなと思います。まあ、ただ一つだけ言うと、GoPro シリーズそのものはですね、あの自撮りだけじゃなくて圧倒的にこっちで撮る人が多いんですよ。こっちの目的、あのアクティビティね、自転車だったりとかバイク、他にもグライダー的なもんだとか、あの水中の映像、ほんでスノボースキーの映像などなど、だから自撮りする人はねいるはいるんだけども、そこまで多くなかったっていうのが、まあ、現状だったんじゃないのかな。そこにアップデートでこの自撮り対応がやってきたと。で何にねやっぱり、水平維持、これかなり使えるなと。あのここに広角レンズね、さらなるあのマックスレンズつけることもできるんだけど、これでもねリニアでもまあまあ広角に映る感じで、今こうしてこうちょっとぐらいこれ少し傾けてもあのカタカタならないんですよ。ほらこんな感じで45度以上になるとちょっとあやめてってなる、うん、確かやめてってなるんだけど、このぐらいのブレだったら全くこの水平を維持できるから、首元にマウントしたりとか、この顎元とかおでことかねマウントしてる時にあの斜めになることあるんよね。それがこっちの処理場でうまいことできてしまうっていうのがポイントだと思います。いやめちゃめちゃいい声。あとですね、前ちょっと GoPro の動画出したんだけども、長時間撮影が苦手ね、あの雪山っていうかこのバッテリー自体がね、あの雪山でも使えるように、あのウォームバッテリーっていうのかな、バッテリーウォーマーか知らないけど温めるんよね。もう寒くなるとバッテリー使えなくなるから、それで結構あの熱暴走とか起こりがちみたいなあるとは思うんだけども、視聴者さんに教えてもらった方法で給電しながらやるとあのずっと使えますよみたいなあったんよ。ほんでいや給電すると熱持つぞって思ってさ、熱持つぞって思ったんだけど、バッテリー抜いてだって、バッテリー今ねこれバッテリーを抜いて撮影してるんよ。ほんで 4K のあの高画質モード、60フレームで撮影してるんやけど、今この部屋の温度が27度、もう全然大丈夫です。まあ確かに熱はね持ってるんやけど、うん、全然触れるんだよね。直射日光下だとねもうほんと触れない温度になってるんだけど、全然触れる。だから長時間撮影が必要な時はさ、まあ水とかには弱いけどさ、こういったあの充電装置を使いながらやるとね、こうやってる時もなんかここら辺にバッテリーを置いてケーブルでつなぐとか、そういったことするとねもう本当に無限に撮影できるかと思う。 4K でこれ
これだからね、ちょっとこれ考えてもいいかもしれないね。長時間撮影する人は充電、バッテリー抜いて充電しながらだとかなり無限に近い、もう SD カードの容量いっぱいまで撮影ができるかと思います。さあ、そして今回の、買ってよかったもの第1位はですね、もう見えてます。はい、見えてますっていうか使っております。完全に、はい、照明、いや、マジ照明買ってよかった、これ。照明の値でね、もう全然、ちょっと、明るく、もうちょっと絞っとかんだかんかったかな。いや、ほんと、世界は変わるね。全体用の照明、ほんで、顔用の照明みたいな、今、やってるんだけど、全然違う。マジね、映像見てて、すげえ楽しくなるんですよね、撮影もさ。テンションがすげえ上がる。また来月ね、ちょっと、あるカメラを、迎え入れようとしてるので、本当に、こういったものがあるだけで、もう全然、もう力を引き出してくれるということで、私が今使ってるのはね、アパチャーってとこの、120、そして、300D でございますね、確か。ほんで、光柔らかくなるように、このボンボリみたいなのをちょっと、こっちの方、120の方にはつけております。まあ、私の部屋自体ね、光とか外から入ってこないような感じになってるんですよ。どうしても北陸ね、曇りとかさ多いから、ほんで曇りになって晴れになったり、曇りになって晴れになったり、もう太陽光の調節がすげーってしんどいのよ。だからちょっとね、スタジオ化してる感じでございますね。まあ、これはね、ほとんどの方いらないと思うから、まあ、気にしないでください。はいはい、というわけで本日はこんなところで終わりたいなと思います。10月ですね。10月はね、ちょっとほんと YouTuber 界での革命たるカメラがね、発売するとのことなので、いや、すげえそれも楽しみなんですよね。いやー、一体どうなるのか。というわけで、今回紹介したものをね、概要欄の方にそれぞれ紹介した動画を貼り付けております。もしよかったらチェックしてください。というわけで本日はこんなところで、また皆さんお会いいたしましょう。バイバイ。